質問して学ぼう。この番組は質問することで学ぶ新しいオンラインの教室です。本日募集する質問テーマはゲームシナリオ。ユーザー体験をデザインすることはビジネスにおいて重要です。私たちと馴染み深いゲームはまさにこの世界の超最先端といえます。なぜならゲームは多額の予算と先端技術を用い、プロフェッショナル同士が複雑に連携して制作されるからです。その考え方や視点はビジネスパーソンにとっても有益です。今回の先生は四半世紀にわたり愛されるゲームシリーズ幻想水滸伝 1-2 の企画とシナリオを担い、現在はファン待望の新作百英雄伝の開発を率います。ここでしか質問できない特別な先生です。どうぞお入りください。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ゲームディレクタープロデューサーの村山義隆先生です。改めまして楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本日は画面の前の受講生の皆様からの質問をもとに進行します。先生、目の前のタブレットからコメントはご覧いただけていますか？はい、バッチリですね。こうやって画面を通して皆さんの前でお話しするのって機会は結構あるんですか？そうですね、ゲームショーであるとか、まあ、インタビューを受けるとかっていう機会は割とあるんですけど、まあ、ただ直接質問を受けるっていうのは少ないんで、今日はちょっと楽しみにしてます。はい、たくさんのご質問お待ちしています。それでは今回のテーマ、ゲームシナリオを3つの角度から考えます。テーマはこちらです。はい、1つ目、ゲームの筋書きの作り方。2つ目、脚本とキャラクター。3つ目、世界観を作り込むテキスト作り。以上になります。1テーマ約10分。思いついた質問はご遠慮なく投稿してください。またお手元の資料ボタンから質問を考えるヒントも確認してみてください。早速たくさん続々コメントがいただいていましてですね、江村さんは仕事や勉強もゲーム感覚だと強いのかななど江村さんはゲームが苦手だったらしいですあと五木さんはですね、幻想水滸伝の1と2めっちゃハマりましたといただいています。ありがとうございますはい、引き続きコメントご質問たくさんお待ちしています。それでは皆さんの質問をより実のあるものにするために先生のプロフィールご紹介させていただきます。こちらです。村山義隆先生です。ゲームディレクタープロデューサーでいらっしゃいます。1992年にコナミに入社、95年発売の幻想水滸伝、98年発売の幻想水滸伝2の企画ディレクションシナリオを担当されました。2020年3月にラビット&ベアースタジオズを設立。最新作の百英雄伝の開発費を募集するクラウドファンディングは世界で話題となり、目標額100万ドルを大幅に達成する460万ドル、日本円でいうと4億8000万円を達成したということです。ぜひこの先生のプロフィールも参考にして質問を考えてみてください。それでは早速一つ目の質問テーマに参ります。ゲームの筋書きの作り方です。皆様からの自由な質問たくさんお待ちしています。皮切りとなる質問は番組がご用意したご質問になります。ゲームの筋書きは小説や映画とは違った特別な部分があると伺っています。ゲームの筋書き、プロットとは具体的にどのようなものなのでしょうか。先生、教えてください。はい、今日は、ゲームシナリオのお話をしましょうということで来てるんですけれども、シナリオ、例えばストーリーっていうのは、いろんな正解があって人それぞれなんですけど、今日は僕にとっての正解を話してみたいと思っていて、そこから参考になるものがあれば幸いと感じてます。で、ゲームの、シナリオを、ゲームがどんなお話になるかっていうのを作るときに、まずはプロット、あらすじというものを作ります。これは、どういう人が出てきてどういうことが起こって最終的にどうなっていくのかっていうものを作るんですけれども、これを作るときに、小説でか漫画であるとかっていうものをとちょっとゲームと、媒体によってそれぞれシナリオの作りが変わるのは当然で、ゲームのシナリオの場合は心の中に、お話を見ない時間っていうのが存在します。
ロールプレイングゲームとか遊んだ方は分かると思うんですけど、こうお話がなくてこう敵と戦ってる時間であるとか、まあダンジョン迷路の中を進んでる時間っていうのがあるんですけれども、実はこの時間もストーリーに組み込まれる形で作るっていうのが割とゲーム特有ですね。なんで、こっからここの間20分ぐらい、お話はないけどダンジョンでみんな頑張ってるとかっていうのを想定して作るっていうのが割と特殊な作り方になります。その想像して想定されるっていうのは例えばどういうことを想定されるんですか？僕の場合は一番最初にゲームを全体でスタートしてからクリアするまで何時間ぐらいでクリアするかっていうのを決めてしまいます。例えば RPG だと50時間でクリアしましょうになった時に、そうするとお話が10章とかあるとすると、それを50を10章で割ると、まあ単純計算で言うと1章5時間ぐらい、そうするとその5時間の中にお話がどのぐらい、そしてその間に例えばダンジョンで一生懸命、僕が作るのはほぼロールプレイングゲームなんですけれども、レベル上げをする時間が何分っていうのを割とそのなんだろうエクセルとかで順番にここ何分、ゲーム敵と戦ってますとか、ここ何分、街の中でさまよってて、アイテム買ってますっていうのを、想定して決めてしまって、それでここからここまで何時間っていうのを作るっていう作業をかなり初期にやります。かなりなんて言うんでしょう、はい、幅広く考えなくちゃいけないことがたくさんありそうで大変そうですけれども、あのゲームってエンディングが複数ある場合もあって、はい、幻想水滸伝とかもそうだと思うんですけれども、はい、そこから、まあ、結末はどうやってこう決めていくんですか？僕のお話の作り方は最初にシチュエーションを決めます。例えばこんなようなことが起こります。そしてキャラクターを決めます。こんな人がいます。この人は熱血感であるとか正義感が強いとかっていうのを決めて、そのシチュエーションの中にこのキャラクターを入れたらどうなっていくんだろうっていうのを想像していくというような作り方をするんで、結構その僕が作ったキャラクターなんだけど、そのキャラクターが歩いていくのを僕が後からついていくみたいなお話の作り方をすることが多いです。ありがとうございます。キャラクターについても次のセクションで詳しく聞いていきたいと思います、はい、早速質問いただいているので、読ませていただきますね。ひとみさんから、幻想水滸伝の大ファンです。特に幻想水滸伝2は最高でした。シナリオを作る際、ターゲットの年齢層とゲーム内容のどちらを優先して作るのでしょうかというご質問です。はい、これはね、一緒なんですよ。というのはゲームを作る僕らは、僕の場合特にゲームを作るがまず一番最初にあって企画もやるんで、ゲームを作るときにこのゲームはどの年齢層の人に一番遊んでもらいたいかっていうのを決めるんで、シナリオより前にどんなゲームになるかもどんな、年齢層を、狙うかも決まっているんで、両方ともそこに合わせて、脚本なりシナリオなりを考えていくって形になります。ちなみに幻想水滸伝は最初どういうターゲットだったんですか？幻想水滸伝は、中学校高校生の男女っていうのが、まあ、当時の、プレイステーションのゲームの、まあ、メインボリューム層、一番ユーザー層が多いところを狙っていこうというのが想定でした。あの幻想水滸伝は女性ファンも多いと五木さんからコメントもいただいていたので、まさに本当に男の子で、はい、ゲーム RPG って男の子のイメージが強いんですけれども、はい、やっぱりそうやってちゃんとターゲットを絞られているのでっていうことなんですかね。そうですね、まあゲーム自体が男性が多いっていうのもあるんだけども、 RPG は割とその当時からもう女性が多いというのもあったんで、結構そういう部分は、最初から考えてました、まあ、男性女性両方とも、ちゃんと遊んでもらえるものにしましょうというふうに考えています。例えばイケメンを出すとかですか？そういうわけではないんだけれども、そのどっちかというと、ゲーム側で、例えばそのこの、僕が幻想水滸伝作った時はこの幻想水滸伝が一番最初に作る RPG でもクリアできるものにしようというふうな決め事をしてやって、でゲームが初めての
女性であってもちゃんと最後までプレイできるっていうのを割と第一目標にして作ってましたね。はい、ありがとうございます。ご質問たくさんいただいているので次の質問を伺いますね。山本さんから、シナリオはどのジャンルのゲームにも必要なものなのでしょうか。 RPG はイメージがつくのですが、ダビスタのようなシミュレーションゲームでもゲームシナリオは必要なのでしょうかというご質問です。まあゲームのジャンルによっていろいろなんですけれども、でゲームの企画者によっても考え方いろいろあると思うんで、その例えばシューティングゲームであるっていうものに対しても、ゲームのシステム的にはそんなにストーリーというのはないんだけれども、現状割とユーザーさんを見ているとその後ろにある世界観であるとかそこにいるキャラクターに対して興味を持つっていう場合がかなり多いんで、そうなってくるとその RPG みたいにストーリーは出てこなくてもその奥にちゃんと世界観みたいなものを作り上げていくっていうのは、結構重要ではありますね。そこに面白みを、見出せるという部分があるんで、世界観についても伺っていきたいんですが、清水さんから、世界観を想像しそれらを落とし込みチームを一つにまとめ上げる際に必要なものは何でしょうかというご質問です。はい、ですね、僕は、ゲームのシナリオを書いて企画も書く他に、チームのまとめ役もやります。これはもうね、旗振り役としてミーティングの時に何度も今回はこういうゲームを作ります、今回、さっき言ったように、ちゃんと、RPG 初心者でも、作れる、クリアできるゲームを作りますっていうのをもうね、何度も言うしかない感じですね。なんでメンバーが、例えば、開発進んでくると新しい人が入ってきたりするとまた全体のミーティングで今回のゲームはこんなゲームですっていうのを結構何度もやるんで、繰り返しね聞かされる人も多いんだけどもそういうことはします。でもこまめにじゃあ共有するっていうことが重要になってくるんですかね。そうですね、そういう役割も僕はしています。ありがとうございます。鈴城さんからもご質問いただいていまして、歴史とオカルト魔術系に深く精通されておりますが資料はどのように探しているんでしょうかというご質問でした。歴史、例えばその元素水光伝だったら水光伝であるとか中国の歴史とか、あと魔法とかファンタジー関係って、これもともと僕が好きっていうのがすごくでかくてあって、これはねどっちかというとね努力しなくても割と好きで集めてるっていうのはあるんだけれども、やっぱり書籍が強くてというのはネットである情報っていうのは割と限られてるんですね。本当、簡単に集められるんだけども、割と書籍をね結構ね買い集めることは多くて、そこにしかない情報って結構多いですね。やっぱり、そこからこうアイデアを作っていくっていう形なんですね。そうですね。あとね、僕辞書辞典が好きなんですよ。辞典ですか。例えばその世界のファンタジー辞典とか、はい、世界の架空の人名録みたいな辞典があって、こういうのを、ね、読むのは結構面白いだからこそ壮大な世界観が作られるのかなっていうのは今思いました。辞典の世界観なんですねそうですね、はい、ありがとうございます。それではですね、2つ目のテーマに移りたいと思います。続いては脚本とキャラクターです。引き続き受講生の皆様からのご質問お待ちしています。皮切りとなる質問は番組がご用意したこちらの質問です。ここまでゲームの大まかな筋書き、プロットについて伺いました。そこからどのように脚本へと形にしていくんでしょうか、教えてください。はい、さっきちょっと話してしまったんだけれども、お話の面白さっていうのがどこにあるのかっていう割と根源的な話があって、これに対して僕自身、いろんな人がいろんな正解を持ってるんだけど、僕自身の正解が一つあって、それは、人間の姿を描く、どんな人間がどんな時に、どんな風に考えて行動するのかっていう、そういう姿を描くことが僕はストーリーの面白さだと思っていて、そうするとその中にお話の中に出てくるキャラクターがちゃんと生き生きとしていて、
そのキャラクターがまあ、こいつはこんなやつだっていうふうに決まった時に、そいつが本当に何を考えるんだろうかっていうふうに想像していく、まあお話の方先にプロットはあるはあるんだけれども、結構ねキャラクターが決まってて、その中に入れてみるとね、その通り動いてくれない時もあるんですよ。というのはこいつこういう正義感のあるやつはそうは考えないよなっていうのがあって、そうなった時に無理やりプロトに合わせるとキャラクターの方が破綻して、これは人間性を失ってしまうんですよ。だって人間はだいたい統一したあの価値観で行動するもんなんで、それをいかにうまく、ちゃんとこっちの流れに行くかっていうのは何度も、条件を変えてシチュエーションを変えていろいろ想像してっていう風な形で、実際の脚本に変えていきます。はい、あの幻想水滸伝は108人仲間が出てくるすごい数だと思うんですけれども、まあ、本当にいろんな性格の人が出てくるということで、自分とは全く性格が違うキャラももちろんいると思うんですよ、はい、そんなキャラたちの心情をどうやってこう想像して描いていくんですか？これはもうね想像しなきゃいけない仕事なんで、それをやるんですけれども、これはもうねあのいかに人間を知ってるかっていう部分も結構あって、例えば、まあ、いろんな周りにいろんな人がいるとして、あこの人はこういうふうに考える人なんだっていうふうに見ておくとかっていうのは結構重要で、例えばもっとその経験を積んだ人はこういうふうに考えて行動するんだっていうものの、まあ、積み重ねというかデータがたくさん蓄積されていくと、より、いろんな、キャラクターに説得力を持たせられる。説得力のないキャラクターはあまり魅力的じゃないんで、説得力のあるキャラクターを作るためにはいろんな人を知ってるっていうのは結構重要だと思います。じゃあ比較的先生の身近な存在から実はゲームに生きていたみたいなこともあるんですか？あのそうですね、そのまんまはやらないんだけれども、ね、この人のこことこの人のこことかっていうのを考えたりとかっていうことはありますね。ある程度なんか それぞれのプロフィールとかっていうのが用意されるっていうことなんでしょうか？ゲームの方で。ゲームで、はい、はい、もちろんあって、その実際は108人で済まなくて後の方でも出てくるんだけれど、もっとねいろんなその敵であるとか村人であるとかいっぱいいるんだけど、それに対して、まあ、特に、主人公たちに関してはどういう人だっていうのは決めてありますし、じゃあこの人がどういうものが好きなんだっていうのは決めてやらないと説得力が出てこないです。あの関口さんからですね、魅力のある敵キャラというのはどういう人物だと思いますかといただいていて、はい、確かに私も敵キャラ結構気になっていて、はい、あのぜひ教えていただきたいなと思うんですけれども、はい、もう本当敵キャラは主人公の次に重要なキャラクターで、ストーリー上でこいつは本当に、信念を持ってない悪いやつっていうのは、はい、あんまり魅力的にならないです。まあ大体、いろんな創作物に出てくる、悪役っていうのはいっぱいいるんだけれども、一つ共通して言えるのは魅力的なやつは、いろんな方向があるとしても信念を持ってるやつっていうのは大きいですよね。でこの信念が正しいか正しくないかは別として、割と信念を持ってるやつに関しては結構いろんな風に、考えてみたり想像したくなるなと思っているんで、この部分は結構重要してます。悪いやつだけど信念があるんですね。あの、はい、悪の信念を持ってる。はあ、なるほど、ありがとうございます。佐々木さんから、セリフやキャラ同士のやり取りを考えるときにキャラクター性や人間性を表現するために気をつけることってありますかというご質問です。はい、まあこいつはこういうキャラって決めて、こういう価値観って決めたときに、そいつに価値観にないことを、書いてるとねしたくなるんだけど、無理やりさせることはしないです。例えばこいつは正義感があるやつなのに、ちょっとお話の都合でここだけ、その正義感を目つぶってもらおうみたいなことをすると、急に、キャラクターじゃなくて、まあ、本当にただの人形みたいなものになっちゃうんで、
いかにそのそれぞれ、まあ、小さい、簡単なキャラクターだとしてもそいつの価値観にないことはさせないっていうのは割と重要だし、もしさせなきゃいけないとしたらどういうことが起こったらそいつは価値観にないことをするんだろうかっていうのを考えてやるっていうのは重視してます。ありがとうございます。三上さんが主人公のキャラクターを作る際特に意識していることはありますかと、今度は正義の方ですね。はい、主人公特に僕が作ってるのはロールプレイングゲームで、キャラクターとして性格がある程度存在はするんだけれども、その半分はユーザーの、分身である部分っていうのもあるんで、いかに、感情移入しやすいというか感情移入しにくい要素をできるだけ排除しとくみたいなところは、割と、重視していて、まあ、自分の中でわこいつこんなことするの嫌だなって思うやつって使ってて楽しくないじゃないですか。そうですね。そういうことが起こらないようにはできるだけ、まあ 100% できるかっていうといろんな価値観の人がプレイするんであれなんですけれども、そういう部分をできる限り小さめにするっていうのは結構重視してます。ちょっと答えるのが難しいかもしれないんですけど、具体的に何かこういうのを排除しようとしてしたものとかってあるんですか？どうかな、なんだろうな、まあ主張をするときに、押し付けがましくならないように押し付けてくる人は嫌でしょ。ですね、できれば。なんでそのギリギリまあ懐が深いじゃないけれども、まあ相手の話聞く人であったりとか、戦火に燃えてるキャラクターでもいいんだけれども、それ一辺倒にしないというような部分はやってますね。はい、ありがとうございます。清水さんから、作成した大勢のキャラクターが歩き出しストーリーがまとまらなくなってしまったりすることはあるのでしょうか、なんせ108人いるのでというご質問と、平林さんからもご自身が作っていくときにこう当初と少し違うキャラクターになってしまったりすることがあるそうなんですが、どういうところを注意すればいいですかというご質問をいただいていたので、合わせて答えていただいてもいいですか？はい、本当に、まあ、僕の作り方はさっき言ったような作り方だとうまくいってくれない時はあるんですよ。おっしゃる通り、ゲームの都合であるとかお話の都合的にこっち行ってほしいんだけど、まあ、こいつはこっち行かないなっていう時はあるんですよ。でその時はもうね仕方ないんでシチュエーションの方変えるんですよ。例えばそのここに来てこの村を攻撃するんだっていうようなシチュエーションだったけど、こいつ何にもなかったら攻撃しないなっていう風になってしまって動かなくなった場合は、じゃあどういうことが起こったらそっちへ行くんだろうっていうのを新たに考え直して、じゃあこういうシチュエーションに変えたら、例えばここに人質がいるであったりとか、ここでその恐ろしいことが起こってるであったりとかっていうのを入れてやって、シチュエーションの方はまあ変えられるんで、それを変えることによってこのキャラクターとして素直に、行動できるようなシチュエーションを、考え直してやるっていうような作業をします。で、あと、キャラクターがね、やってるうちにちょっと変わってくるみたいなのはあるんですよ。はい、であるんだけど、結構ね変わっていくのは割とね好きな方に変わってることが多いんで、それはね結構ね、自然に任せる時が多いです。ただまあちょっとその最初の方に書いたのとだいぶ変わってる時は最初の方に書いた方をちょっと手直ししたりはするんだけども、うん、はい、ありがとうございます。もう勝手に動き出すっていうのがなんかすごく素敵だなと思いました。それでは3つ目のテーマに参りたいと思います。世界観を作り込むテキスト作りです。脚本があってキャラクターがいて、ゲームはただそれだけでは終わりません。村人の発言やアイテムの名前などあらゆるところにテキストがあります。そんなテキスト作りについて受講生の皆様からのご質問お待ちしています。ぜひ画面の資料ボタンから参考の質問も確認できますのでご覧ください。
まずは直球に番組がご用意したこちらの質問から参りたいと思います。村山先生のご担当作品の感想として、例えば村人の発言一つに感動するといった声も聞かれます。メインキャラではない人のセリフをどのように作っているんでしょうか、教えてください。はい、ですね、原則すぐで1とか2とかって村人のセリフとかも、まあ、僕の方が書いてるんですけれども、ゲームっていう媒体はその他の映画とか小説とか、まあ、テレビアニメとかの媒体と違って、まあ、プレイヤーによっては、通らないストーリー、例えば村人に話しかけなくてもずっとゲームのストーリーは進んでいったりともするんですよ。でもそこに、寄り道できる余地がある部分で、この寄り道の部分に、ちゃんとその、キャラクター、ここに住んでて、まあ、悪いことが起こっててとても辛い目に遭ってるんだけど、誰か助けてくれないかなっていうような人がいるっていうものを表現してやるっていうのは割とその世界観として重要で、こういったものを描いていくことによってそれもストーリーとして存在する、ストーリーっていうのは結局、さっき僕にとっては、人間の姿を描くことなんで、ここで小さな、家を守ってる英雄でも何でもない人も、これは僕の中で一つのストーリーになってて、それを考えていく、想像していくっていう作業は、これは割とその手を抜けない場所になってて、そういう部分をまあ想像していくなり考えていくなり自身が、まあまあゲーム作りの楽しさかな、世界観の深まをいかに深めることができる、まあツールかなと思ってます。確かにあのゲームってあんまりナレーションみたいなのがない分、そういうところからこうさせてもらうというか理解してもらうっていうことに、そうですね、例えばそのゲームとしてあの使える手として、このキャラクターこういうやつなんだっていうのを、まあその映画とかだとちゃんと全部描かないといけないんだけれども、描いてないけど話この横の方の人に話しかけたら、 あいつ実は何々が好きなんだぜみたいな話を、うん、まあ置いておいて見つけた人は、あそうなんだっていうふうに、補完することができるっていう、まあメディアとしての強さがあるんで、そういった部分は結構利用してますね。だから多数のキャラクターを描けるのも、そういうこれ100何人を全部その固定のストーリーで描いたらこれはパンパンになってしまうんだけれども、うん、読んでも読まなくてもいいけど読んだらわかるよっていうようなストーリーの置き方ができるっていうのはゲーム特有かなと思います。じゃああれですね、あの面倒くさいからって村人に話しかけないっていうのはダメなんですね。いやいやいや、これはね、あのね、遊び方として全然 OK だと僕は思ってて、ただ見てくれたら嬉しいよぐらいの話でいいです。ありがとうございます。幻想水湖伝はネーミングがひらがなのイメージが多いと言いますか、あるんですけれども、関口さんからこの漢字はひらがなの方がいい、これは漢字で書いた方がいいというような言葉はありますか、というご質問です。あ、はい、まあ、結構そのまあキャラクターネームであったりとかを、例えばお話のテキスト書くときに関しても漢字の多いキャラクターとひらがなの多いキャラクターとかっていうのは結構キャラクター性として重要だと思っていて、まあ、当然漢字が多いキャラクターって結構あの固い漢字のキャラクターになっていくし、はい、当然例えば子供とかだと、まあ、ひらがなのセリフが出るとかっていうのは割と分かりやすいじゃないですか。そういった部分も、僕は演出だと思ってて、まあ、これ関係だと例えばそのゲームのこう表示させるテキストの速度があるじゃないですか、はい、あれを変えることもあったりします。演出して、あとね、このキャラクター、今ここねすっげえ疲れてんだなって時に、ゆっくりでレンジするとかっていうのはこれも演出として存在するんで、
そういうことはしますね。すごい、いつきさんからご質問で、無口なキャラの点点点点点点にもこだわっていらっしゃるんでしょうかというご質問でした。あ、そうそう、あれね、よく小説の3点リーダーと一緒にされるんだけど、あれ実は違ってて、あれ中黒なんですけども、あれね、数の多さで間を取ってるんで、長い時と短い時があるのは間だと思ってくださいっていうふうに僕は考えて、まあドラクエがやってるんですよね、それはもう僕元素すぐに作る時にいっぱいドラクエやってだいぶ参考にしたんで先生が衝撃を受けたゲームは何なんですかというご質問も今ドラクエの話が出たので伺ってもいいですか。衝撃は難しいなお好きなゲームでも影響を受けたりとか。僕は実はそんなに RPG をやらないんですよね、やらないというかやるんだけど、どっちかというとね、ヘイローとかのこうね、銃を撃ったりするゲームが好きで、でこのヘイローはね、かなり世界観とかが良くて僕は好きですね。早坂さんからご質問で、世界観を作り込む際にメインストーリーで必ず通る村や町とマップの端にあるサブにある村の数などはどうやって決めたりしますかというご質問でした。はい、これも本当にプロット段階で、この村、ここに村が一つあると、まあ、探索したり、まあ、買い物したりで何分ぐらいかかるだろうなっていうのをもう想定するんで、一番最初のあらすじの段階でここに村がありますとかは決めてしまうんで、その時点で決まってます。あ、そうなんですね、はい、じゃあもうある程度村の数は本当に先生にコントロールされているというか。それはどこに村を置くかで、まあ、誘導にもなるし、あと例えばマップ上でどの位置に置くかも割と重要で、こう村、新しい村があって、ここ出た時にワールドマップみたいなのが出た時にちゃんと画面の端っこの方にちょろっと見えてるとかっていうのを、まあ仕掛けといったら、あ、ここに別の村があるって、そっち行ってくれるみたいなようなことはやりますね。ありがとうございます。美咲さんから、108人以上のキャラのテキストを用意するのは大変かと思いますが、大人数だからこそ苦労する点や工夫されている点はどのようなところですかというご質問です。はい、純粋にね、量が多いのは確かなんで、何するにしてもかける、まあ水光伝だと108で、まあ百円伝だとやっぱ100以上のキャラクターがいて、例えば、パーティーにメンバー入れた時に「ありがとう」とか「よし頑張るぞ」みたいなセリフが出たりするっていうシステムになった時に、これがね10とかで済まなくてやっぱり100になるまでね、物量でやってるしかないんで、うまく工夫できたらいいんだけど、もうね、もう仕方ない物量でやってます。そうなんですね。ちょっとこれは個人的に私が気になるんですけど、キャラクターの名前も108人以上分考えないといけないわけじゃないですか、はい、キャラクターの名前ってどうやって考えてらっしゃるんですか。キャラクターの名前は難しくて、僕一番時間かかる、キャラクターの設定とか決めていくときに名前を、決めるのがすごい難しくて、で特にファンタジー系って作業と来業が多いんですよ、名前に。で普通に考えるとね、 S と R は入っちゃうんですよね。その例えばリリーであるとか、なんか、そういう風に入ってくるんで、これをねいかに外していくかっていう、100何人作っていくときに。であとはその語感も結構家業と他業だとイメージが違うなとかっていうのがあるんで、結構語感を元にしてることは多いです。あとは長いのと短いの、まあ、あって、あともう一つあるのが、あまりに馴染みのない名前はつけない、あんまりつけないようにしてるというのはね、覚えにくい。ジャックみたいな名前だとさすがによくありすぎるんでいっぱいいっぱいいるし覚えてもらえないんだけど、逆に全然ない名前も覚えてもらえないんで、どっ
かで聞き覚えあるけどちょっと違う、ね、ジャックスであったりとかそういう風な感じでつけることが多いです。いやぜひぜひあのキャラクターの名前もう一回皆さん見ていただきたいですね。伊藤さんから先生が幻想水湖伝で好きなキャラが知りたいですというご質問いただいてました。はい、これはねあのバレリアっていうね女選手のキャラがいるんだけど、もっとね強い女性のキャラ好きなんでそうなんですね、はい、彼女の名前はどうやって決めたんですかあ、彼女の名前はねかっこいい名前つけようと思っていろいろと、まあね、さっき言った辞典好きなんで人名辞典とか見てて、あ、かっこいい名前があるなと思ってそれはつけた。ありがとうございます。山内さんから、そもそもの世界観をどのように作り出していますか、歴史書などを何かを参考にされているのでしょうか、すべてゼロから構想創造されているのでしょうか、先ほど辞典を見るなんていうお話もありましたけれども、はい、ね、世界観に関して言うと、僕は、あまり最初にガチガチに決めないです。どっちかというと設定とか世界観、まあ、世界観ちょっと違うんだけど、設定とかって結構ストーリーのために存在するもんだと僕は思ってて、ストーリーがうまく動くためにこういう設定をつけましょうっていうような作り方をするんで、結構世界観としては、一番根本のところ、この世界では、まあ、神話がどうなっていて人々はどういうことを考えて生活してるんだっていう部分は決めるんだけど、その後は必要に応じて、まあ、理屈としてこういうものが必要だろうなっていう、例えば、ここに、国があるとしたらどういう、条件がないとここには国が生まれるんだろうか生まれないんだろうかっていうのを理屈で考えていくと広がっていくみたいなところはあるんで、割と何だろう、最初からぼんやりと決めることはなくって、一番最初に根本の、幻想水湖伝だと、真の紋章というのがあって、これが魔法の、源泉だっていうのを決めたんですけれども、じゃあ魔法があるってことは、それは一般生活で使われてるのかみたいな話をずっと理屈で想像していくと、理屈に合わないことっていうのは起こらないはずなんで、根元の根元のところはファンタジーだけど、その先は割と、現実的にちゃんと理屈の通るものにしていこうってすると広がっていきます。ありがとうございます。そしてですね、関口さんからのご質問で、ゲームには音楽も必要不可欠なものだと思うんですけれども、はい、物語と音楽の合わせ方について先生のお考えがあればお聞きしてみたいですということで、確かにそのジャンルの違う人たちとこうやり取りをして一つの作品を作っていくっていうところで、はい、こう何か考えていらっしゃることとかがあれば。僕ね、音楽的才能はかなりないんでサウンドの人にねすごくね負担をかけてるとは思うんですよ。というのは指定するときに音楽的な指定をできないんで、とっても悲しいんだけれども、ちょっと希望がある音楽とかに難しくなるんですよたらだいたいサウンドしたら、うーんみたいなしてやっていくのに、まあそのうちにちょっとずつ分かってもらうみたいな感じでやってるんで、結構そのなんだろう、お願いしてんで、結構その密に音楽ってねゲームですごく重要で、音楽入るまでね結構ねあんまり面白くないような気はしてんだけど、音楽入った途端急に面白い気がしてきたりするんで、結構重要なんで、非常にお願いするときにいろいろと頼むんだけれども、その時の頼み方が結構ねアバウトなんで困らせてますでも信頼関係があってこそっていうことなんですかねそうしてもらえると、ありがたいという感じなんで、いろいろとお願いしてますいつもはい、ありがとうございます。それではお時間になりましたので、ここからはエンディングです。村山先生、受講生の方々もビジネスパーソンとしてユーザー目線で何かを作っているという方もいらっしゃると思います。そんな方々に向けて一言メッセージをお願いします。はい、エンターテインメントという、まあ、ビジネスとしてのエンターテインメントの中では戦っていくときにいろんな条件があって、例えばそれが予算であったりとか、まあクライアントとの話し合いであるとかっていう部分はすごくあるんだけれども、
最後の最後に、面白いものを作んないと当然これは売れない。で、面白いものは何かって言った時にずっと考えていくんだけど、本当に根本的なとこは自分が面白いかどうかと思えるかどうかっていう部分にしかならないです、大体。で、その部分に対していかに、自信を持てるか、信じられるかっていう部分は割とエンターテインメントでは重要だと考えているので、そういったことを思って、信念を持って、活動してもらえるといいのかなと僕は思っております。はい、ぜひ皆さん参考にしてみてください。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございます。本日お越しいただいた先生はゲームディレクタープロデューサーの村山義孝先生でした。皆さん、たくさんのコメント質問ありがとうございました。それではまたスクールでお会いしましょう。さようなら。どうも。